YouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。はい、本日は先日ね、強化されましたベルドールリーダーでちょっと異業行ってみようかなと。最初ね、裏異業行こうと思ったんですけど、いや、ちょっと裏異業無理だったんですよね、僕のパーティーだと。なので、表のね、異業をちょっと本日は挑戦させていただきます。倉庫行ってるうちにもう、1回染め突破してますね。1回染めはまあ固定ダメージで突破しております。はい、耐性、お邪魔耐性以外はまあ対策できている感じですね。で、ウェルドール、これね、スキル使用時、僕ね、スキル使用時のリーダー苦手なんですよね。なんか忘れちゃうんですね。多分動画の中でも何回か忘れてる可能性がある。はい。で、スキルはターディスを入れさせていただきました。最初ね、ゼログでやってたんですけど、ゼログ HP 半分になっちゃいますよね。で、どうしてもね、HP 回復倍率、がないんで、それがきつかったんですよね。なのでちょっとターディスにしました。で、本当はメルのところも別なキャラにしてたんですけど、回復力がもう低くて、なのでここちょっとメルで無理やり回復力底上げしてます。はい。で、まあ火力要因としては、まあこれもね、また先日強化されました、スサノオ7コンボ強化と10コンボ強化持ってますから、もうこいつに全部ぶち抜いてもらおうっていうパーティーでございます。はい。まあ道中はそんなにね、危険なとこはなかったと思うんですよね。うん。お邪魔目覚めも毒目覚めもつけられましたし、ウェルドールにまさかつけると思いませんでしたね。やっぱりスキブといえばクジラ、ウェルドールということでずっと使ってる方も多いと思うんですけどね、本当にゴルケイオスとかね、それよりスキブ多いやついっぱい出てきちゃってますから、あんまり使う機会が減ってきたっていう方もいるかもしれませんけれども、やっぱり無課金の人からしてみると、ベルドールまだまだ使えますからね。で、ここで来てスキル6になりましたから、使い道が広がるんじゃないでしょうか。はい、もう道中はスキル、そうですね、ターディス使って、コンボ組んでいけば大体飛んでいきます。うん、なかなかね、やっぱりスキル使用するとドラゴンタイプの攻撃力20倍、400倍ですか。なので大体飛んでいきますね。はい。で、ここリダテンなんですけど、まあそうですね、耐久できなくはないんですよね、意外と。ターディスに変わった場合でも10連ガチャドラでもドラゴンタイプのやつですし、まあメルだけかな、あんまり火力が乗らなくなっちゃうのは。でもそれでも全然問題なかったですね。まあね、リーダー戻ってしまえば、まあまあもう全然余裕ですから。はい、どんどんどんと。で、指減らしもね、やっぱりターディスなんで全然関係ないんでね、あ、ちょうどいいですね。いいの出てきてくれました。指伸ばしされた時って結構ターディスとか使いづらいですよね。いやー、もったいないなと思いつつも、まあ使わなきゃいけないんですけど。で、こいつですね、こいつがほんとやだ。もう回復力下げられちゃう、ただでさえ回復力ないのに、こいつはできれば出てきてほしくなかったですね。はい。でね、お邪魔がね、どうしても入れられなかったんですよね。まあね、だからメル入れたっていうのは、この縦生成もできるっていうところでメル入れたんですけど、はい、来ました。最初の鬼門ですね。まあでもここも吸収無効打てれば全然問題ないですから。ただ溜まってないと、ちょうどいいのがこれしかなかったんですよね。イノスケとかあったらよかったんですけどね、イノスケ出なかったんですよね、僕。属性吸収とダメージ吸収、両方持ってる2ターン以上っていうのがね、いないんですよね。まあ、いるんですけど、スオウなんで、ちょっとね、やっぱ使いづらいですよね。スキル使えなくなっちゃうのが。ウェルドールにはもう最悪なあれですよね。まあでも2ターンなんで2ターンしのいでっていうやり方もあるんですけど、はい、打てましたね。打てちゃえばもうあとはコンボ組んで、突破でございますね。いや、ほんとこのターディスの指伸ばし最高ですね。やっぱ指壊滅級としてはもう1秒でも多く指は欲しいですから、この2連続ね、よく出ますよね。アテナのあと絶対ドゥルガーの気がする。で、ここもたまたま回復あったからよかったですけどね、なかったらもう耐久ですからね。まあね、そういう意味でお邪魔、回復目覚めしてくれたのはいいんですけどね、やっぱ回復力減らされてるのはちょっと嫌ですけど。
はい、学生向こう。いや、ウェルドールね、すごく思い出に残ってるのが、やっぱり昔ウェルドールってあのレーダーで拾ってぐらいしかできなかったじゃないですか。ウェルドール拾いた時とかにこう生放送とかで配布とかした時にすごいね、いろんな人とこう交流できたりしたのがね、すごく印象残ってますね。レーダーとかの配布できる配信とかってすごく面白いと思うんですけどね。もう少しこうなんかマルチというかね、3人闘技場とかももうちょっとテコ入れしてほしいですよね。僕はちょっとあの通報機能はちょっといまいち、あれよりもキック機能が僕は欲しいかなと思いますね。いや、ここちょっとテコずりましたね。はい、ハンマルですね。ここもね、本当に属性によっては耐久しなきゃいけなくなっちゃうんでめんどくさいんですけど、まあ撮影してるということでね、うまく来てくれましたね。で、一応まあヘラニクスが来てものすごい攻撃来るじゃないですか、2ターン目で。それ用にスサノオは張りましたけど、多分この HP だったら問題ないと思うんですよ。あ、ジジイでしたね。いりませんでした。結果的にいりませんでしたね。さあ、ここはもう、スサノオちゃんがね、もう思いっきり組めばやってくれますから。ただね、やっぱりスサノオも10コンボ組めればなんですよね。ね、コンボ加算もないでしょ。あ、来ましたね。400倍で、ああ、これぐらいいきますか。もう少しね、水属性に寄せたパーティー作れたらよかったんですけど、手持ちがあまりよろしくなかったんで。やっぱ意外とね、6色揃っている時じゃないとこう貫通できない感じですから、盤面次第にはなってしまいますよね。で、こういう時に来てくれるんですね。いいですね。はい、行きましたね。いやー、ここで決めたい。まあここも本来だったらね、指減らし嫌なんですけど、ターディスさんいますから、うちには。あ、ここでね、回復が降ってきてくれたらここで倒せるとは思うんですけどね。降ってこないですね。まあ行けましたね。うん、意外と伸びましたね。クトゥルフ、メルもね、ターン数短いんでね、本当にすぐ溜まってくれるんでいいですよね。全然7コンボする気ないですよ。まあちょっと毒目覚め耐性ついてますよっていうのね、まあ、見せるための一段だったんじゃないでしょうか。やる気があるんですかね。撮影してた時の自分は何やっていたんですかね。思考停止してますね、今これ。無理やりあれですね、ガチャダラのヘイストを使って。いやー、斜め入んなかった。いや、たまたま落ち込んきたけど。すごい綱渡りですね、これは。いや、危なかったですね。もうあとちょっと行ってたら怒られてましたよ、これ。いやー、危ういですね。はい、ラストですね。うわ、これヨグだったらね、まだ楽だったかもしれないですけどね。まあでもやっぱりね、サノーの無効貫通見たいですから、ここは気合い入れてもらいましょう。おおお、いいですよ。あー、 L 字組めなかったですね。はいはいはい、来てます来てます。おお、まあ弱点属性とはいえ半分いきましたね。はい、これはとんでもない、すごいことになってますね。火しか消えてないですから、まあ割合ですからね、助かりましたね。さあ、ここ決めたいですね。いけるか。今回斜め入りましたね。あ、いいですね。10個も乗りましたよ。はい、ということでね、はい、なんとか偉業をクリアすることができました。まあメルドールリーダーでね、使う人いないと思うんですけど、まあ、最近ねずっと炭治郎を使ってるんで、もうパズルがねもともとやばいのに、もうなおさらぐだってますね。あ、ここも突破できてないですね。いやー、まあ炭治郎ね、まあ良くも悪くも本当環境を変えてますから、ちょっとねパズルが本当に
ますます下手くそになってますから、修行というかね、特訓していかないとダメかもしれませんね。何ターンかかるんでしょうか。でしかもこれ最後ホノピー3体ってちょっと選ばしてほしいですよね。あーどれかなみたいなワクワク感ぐらい欲しいんですけど、全くまだかかるんかい。はい、ということでね、まあ最後までご視聴いただきありがとうございました。まあベルドールリーダー使うことはもう多分ないですね。いくら指というかね、特訓とはいえ別なリーダーでやると思います。はい、終わりましたね。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。